宮原港跡付近の旧三池炭鉱、専用鉄道時期三池鉄道は、かつて福岡県大牟田市及び熊本県荒尾市で運行されていた専用鉄道の通称である。三井三池炭鉱から採掘された石炭を輸送するために付設され、長らく従業員輸送にも使用された。地元での通称は炭鉱電車。保有者は三井鉱山から三井三池公務所。 再び三井鉱山、三井石炭工業と移った。最後まで残っていた一部区間が三井化学大牟田工場の専用鉄道として使用されていたが2020年5月7日をもって運行を終了した。末期の運営は三池鉱物流の鉄道化が行っていた。先に廃止された三池本線の三池鉱駅から県道大牟田植線の旧早金踏切までは 明治期の石炭輸送の様子を残した、以降、旧三池炭鉱専用鉄道時期として、世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業の構成資産となっている。地方鉄道に変更された1964年8月11日時点の、もの。世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産に含まれる旧三池。 炭鉱専用鉄道時期。地方鉄道に変更時のもの。三池本線三池浜駅宮浦駅、万田駅妙見駅原万田駅西原駅4、津山駅三池港駅朝日町線宮浦駅、朝日町駅勝立線宮浦駅、東谷駅玉名線原万田駅太平駅、宮内駅、大谷駅平井駅1982年頃には、機関車。 かし合わせて783両が在籍していた。廃止時の2020年5月、22トン級機関車の9.1112号と45トン級機関車の18.19号が稼働中であり、45トン級機関車の20号と22トン級機関車の2.4号が部品取り用として留置中であった。なお、 電源車として、で1.34が9.1112と連結の上で使用されていた。三池炭鉱閉山まで使用されていた電気機関車のうち、5号機、1号機、5号機、17号機の4両が保存されている。大牟田市内の工場敷地で保管され、毎年11月3日に。 大牟田市が開催する近代解散一斉公開の日に限り公開されていたが2015年9月1日から GCF により資金を集め2016年8月22日に三河港跡に移設同年10月15日より土日祝日に限り一般公開されている。延べ26両が在籍以下主なものを挙げる。 鳩形無会社従業員輸送列車は1946年より始められ、三池港平井間、三池港万田間で朝5時から深夜一1時まで運転されていたが、1984年時点で、車宅の集約とマイカー通勤により利用が激減し、乗客ゼロの列車もあり、1日300人程度となっていた。電車運行終了に、万貫熟練の整備で支え年。 寂しかですね。西日本新聞。西日本新聞社。2020年5月8日閲覧。藤岡祐一、服部明弘、写真で見る三井三池の鉄道。鉄道ピクトリアル1992年3月。臨時増刊号。電気車研究会。130ページ。ふるさとチョイス明治日本の産業革命を支えた、世界文化遺産。三池炭鉱を世界に発信する。 プロジェクト、世界遺産じゃなかばってん、第1弾、炭鉱電車ば見せたか、の巻、トラストバンク、2015年9月7日閲覧、特集炭鉱電車が引っ越しました。広報大豚、ウェブ2016年9月1日15日合併号、2016年10月21日閲覧、眠りから覚めた、炭鉱電車大田、三河港後で4両公開始まる100歳町。 原村で、最古級、福岡県、西日本新聞、2016年10月28日、高井訓兵、小型蒸気機関車全記録降壇者、2012年、179ページ、世界の鉄道1971年版、朝日新聞社、1970年、186から187ページ、小葉百と、 小波200の車内が映るシーンがあるが両形式とも、本来、運転台がある場所は、車掌室となっていた。ありがとうございます。